人形手足店のアーティストトークをやってみたいと思います。作家さんが長尾家、長尾です。森本有也さん、栗田咲子さんです。じゃあこっちから作品についていろいろ気になるモチーフとか、なんか普段考えていることとか、まあ、有也さんは多分ね説明があるとさらに面白いかなと思うので、はい、じゃあこっちから行きましょうか、はい、ドローイングの方から。今回全部出てるわけじゃないんですけど、なんかすごいですよねキャラクターが結構決まってるんですよね、はい、そうですね。なんか気に入ってるキャラクター結構繰り返し描いたりしてて、うんうん、まあ、鉛筆がでも結構初出しキャラクター多いんですけど、なんかねこの後ろの黒いのは何、黒い人みたいな、これはなんか書きながら何か何かなって結構考えるんですけど、この黒いのはなんかすごい孤独の擬人化みたいなかなって思って書きましたね。なんかわかんないですね。わかんない。悪魔っぽいですね。悪魔。これなんですか。いやこれはちょっとシンボル。シンボル、何のシンボル、ちょこちょこ出てきますよね。これは悪魔のちょっと また部分のシンボルやと思うんですけど、またこれ足、下が足になってて、はいはいはい、こうちょっと股関節のところが、おへそではなく、あ、そうです、でもどっちでもいいですよ。これはおしゃれ魔人君。あ、それはそうなんです。おしゃれ魔人君って、はい、この子はなんかちょっと名前ついたんですけど、うん、なんかおしゃれ好きな魔人君にのね、一枚絵ポートレート。放送事故。いや、そうそう。大丈夫。これ去年描いたやつなんで古いんですけど、これはまあ処刑を待つ者たちっていうタイトルで、まあ、みんな牢屋に入ってる光景で、あ、みんなが牢屋に入ってる、全員入ってて、まあ、その中でちょっとこうお互いをなんか処刑し合ってる状態なんですけど、キャラクター君がもう全員処刑待ちですね。でも最終的には全員処刑されますっていう、なんかこの人が特になんかやられ気味な、あ、そうですね、はい、彼がここに顔が、そうなんですよ、よく見ると顔、顔が、そうそうです、これが一体で、ね、ここにこれがなんか顔っぽく見えるんですけど、あ、そうなんですよね、これもね、なんかこれちょっとその男の人となんか別のキャラクターで靴下さんっていうキャラクターがいるんですけど、それが合体してこの体になってて、靴下さんどっかにいますね。そうなんです、このこれが、そう、あ、この人、はい、靴下さん、そうなんですよ、あ、彼、これがね、靴下さんのヘッドの部分なんですけど、そのヘッドの部分がこの男の人と今回この時は合体して、そうです、それでこれがキャンディーマジシャンっていうキャラクターになったんですけど、うんうんうん、そいつがメインで処刑されてる、ご衝撃シーンを書きました。あと結構ジム、あ、てか今回の展覧会は人型の手足、今回は手足バージョンということで、はい、なんかまあ武将を描いていると人物とか手足とかね、必ずどっかに出てきそうなもんなんで、そうですね、まあすごいこじつけのタイトルといえばこじつけのタイトルなんですけど、そう、でも結構そのタイトルと私のやってることは結構近かったのかなっていう、今回の展示のタイトルとかとはなんか手足は結構私もなんか、そう、なんかね、なんかこう印象的に描くっていうか、うんうん、そのシーンの印象の部分みたいな、結果はしてますもんね。そうなんですよ、めちゃめちゃムキムキの腕、たくましい腕みたいな、
足も動かせます。なんか顔の表情がなんかアリアさんの絵はなんかこうあんまり感情がなさそうな感じなんですよね。そうですか。いや、あの特に最近こういうタイプの、そうですね、そうですよ。なんか何考えてるかわからない、はい、なんかそれよりもこうなんか手とか足の方がこうなんかすごいすごいですね。この顔とかもなんかすごい、そうなんですよ、のべっとした顔。最近そうですね、今年入った作品が多分そういうのがちょっと多くなって、うんうん、なんかちょっと全員魂抜けたみたいな。ね、そうですね、ちょっと疲れてる、疲れてる感じがこう出てきた感じが。でもこれ割と新しい。あ、そうですね、この方が新しくて人間じゃなかったらいいのかな。もう人が立っちゃった。ねえ、なんか人の展示だったんですけど、こう全然こう表現が違うから。はい、これはそうなんですよね。なんかこの人4本さっき見てたのおしゃれマジックみたいに、はい、そういうなんかちょっと生き物、空想の格好の生き物を考えるの好きで、うんうん、これはちょっとね、登場したしちゃって、人のメインの展示やったんですけど、なんかこの子はなんかネズミか。あ、そうです、ネズミのなんか天使ポジション、天使ポジションのネズミくんがなんか牛を産んで、産み出してなんかこの人々にそれをあげたっていう、あげた、すごいなんかことがありましたみたいな、昔話みたいな。これなんですか、この白いの。これはなんか女の人ですね。ん、女の人がこうお尻、これ足がひっついてるんですよ。どういう状況？背中抜けてますね。はあ、この顔はまた違う人ってこと？いや、これ頭で。あ、その向こう側に人がいる。そうです。向こう側になんかくるまれてる人がおって。これはどういう意味なんですか？それはもうなんか寂しいねっていう意味なんじゃないですかね。やばいですね。ちょっとあれがいいかも。なるほど。はい。これもちょっと大きい絵ですけど。そうですね。これはちょっと人が少ないですけど。鳥さんがいる。そうなんですよ、ね。鳥の、これもキャラクターでよく出てくる鳥っていうキャラクターなんですけど。うんうん、これなんか、もうすごい画面がなんかいろんな情報があるんですけど、一応靴下さんっていうそのキャラクターの出産シーンを描いてて、あ、この人が生まれるところ。そうなんです、この人が生まれるシーンをちょっと描こうとして、そのなんか出産の時に他の生き物もいっぱい集まってきて、これはこの、あ、そうですね、そういうのが、これは誰ですか？それなんか悪魔くんなの？尻尾をかじってる。そうなんですよ。これもなんか、ここでなんか鳥さんが寝てるんですよね。はい、その、これは鳥さんのお腹？あ、お腹です。あ、お腹がこのちょっと虫っぽいお腹の鳥さんがおって、なんかめっちゃいろんな鳥さんがいるんですけど、これはなんかちょっと虫系の鳥さんで、なんかちょっと横になって寝てて、休憩しててちょっと、その尻尾をちょっとなんかかじってきてる悪魔みたいな。戯れてますね。あ、これは鳥さんの、あ、そうですね、これはリンゴ泥棒、リンゴを盗んでる猿の、あ、猿の体を持った鳥と、赤ちゃんの体を持った鳥が、リンゴ赤ちゃんのもちもちの赤ちゃんの鳥がなんか木からリンゴを落として取ってます、で、気になるこの、そうですね、これがその本妻系男子くんっていう、本妻系、そう、本妻系男子って呼んでるんですけど、その人参とか大根と、そう、大根が本妻側の頭貫通して生やしてる男子がなんか喧嘩してるっていう、なんか衝撃シーンを描いてますけど。もう一人います？この手は、この手は誰の手ですか？この、あ、これはなんかその大根さんの、はい、ちょっとトランプ大統領みたいな、に似てる盆栽男子なんです。トランプ、ちょっと似てます。履いててる。あ、
確かにトランプさんやと思う。これも同じ人かしら。そうそう、これもトランプさんなんですけど、トランプさんがなんかもう言いがかりみたいなのをこうちょっと、これはなんかお金で揉めてる根菜大志くんのシーンをこう書いたんですけど、そのお金のちゃんと取り分みたいなんで、なんか揉めて、そのトランプさんみたいな方が言いがかりみたいなのつけ出して、もう今から喧嘩始まる、特組合の喧嘩始まる直前みたいな緊張し、羽根があるけれど、これはちょっとなんかこの羽は誰のどういう、これもその根菜男子くんから生えてて、なんかこの場面の根菜男子くん、ちょっと貴族の世界がテーマなんで、なんかおしゃれしてて、それなんか口の周りに羽生えてるんですよ、なんかおしゃれで。これこれが羽根か、あ、そう、これ蝶々みたいなやつ、あ、なるほど。貴族の根菜男子くんがなんかちょっとおしゃれやから、なんか羽とかも生やしちゃって、そのこの花火みたいなやつは、これはそのなんかね、この人のお腹、お腹っていうか、こう、そうなんですよ、これはその後ろにそのちょっと貼り付けにされてるヤギ、貼り付けか、そう、ヤギの開きみたいな、ああ、すごいあって、それがその母乳を吹き出してるんですよね。あ、母乳、はい、花火みたいになってるんですけど、すごいなんかこう気持ちよさそうな、あ、そうですよ、もうその2人の緊張してるなんか状況をずっと見てて、あ、やばいやばいやばいみたいになって、母乳がもうブシャッてもうかかるみたいな、なるほど、シャワーこの説明なんか聞いてなんかどうなんすかね、なんか結構分かれてて、なんか本当お風呂とか入ってる時に、あ、めっちゃこのシーン描きたいってなったシーンとか描いたりもするんですけど、描きながらなんかあって思いつくみたいなのもあって、もうめっちゃバラバラなんですけど、その後ろのところとかほんまに描きながらなんか描いたんですけどね、なんかちょっと賑やかな感じで、いろんな場面が組み合わさっているという感じですね。すごい、はい、ギュッとしました、この子もじゃあ白ヤギさん、そうなんですよ、これもヤギが出演してて、結構このさっきの上の絵のなんかキャラクターをちょっと単体で描いたっていうか、この黄色い人は、うん、それちょっといなかったんだけどそれこの時ちょっとできちゃったモブがちょっと包帯巻いてる、怪我したモブみたいな、モブ受けないとかではなくモブ、あ、そうです、ほんまにさ通行人やと思います、撮っちゃった人で、なるほど、すごい顔、そうそう、ちょっとええー、みたいな、そうか、でこれがこれも新しいできたっていう、そうですね、これが一番新しいやつなんです、今までこんな大きいなかったですもんね、そうですね、結構このサイズ挑戦してみて、はい、これも盆栽男子くんの、これ多分誕生、盆栽男子くん誕生シーン、盆栽男子くんが生まれた時のなんかどういう、これなんかね、土山みたいなのから引っ張り出されてるシーンなんですよね、この盆栽くんがこう頭のなんか野菜みたいなのをこう引っ張ってる、このおしゃれ魔人くん、おしゃれ魔人くん、さっきの鉛筆画におしゃれ魔人くんがこうグッてこう頭、野菜引っ張って引っ込めてるシーンをちょっと描いたんですよね、うん、なんかいろいろあり、あるのでそうですね、なんかそのシーンの状況っていうのはすごく大切な、そうですね、だからその根菜男子くんが生まれるよ、うん、そうですね、なんか本当にこれはに関してはこれもなんか線をパーって描きながらなんとなく広げていって途中で、あ、これ誕生シーンやみたいな、で、あ、じゃあ誕生シーンを描こうというよりはできてきた中で、そうですよね、なんかそれでそこからなんかまた広げていくみたいな、なんかこう
あ、引っこ抜かれてる感じするなと思って、こう引っこ抜かれてて、あ、それってどういうことやろ、あ、そうか、誕生シーンか、みたいな、うんうん、だったらなんか、あ、本妻男子くんが生まれた土山ってこんな感じかなとか、なんかさ、どんどんなんかこう、紐付けていくっていうか、こう、そっからその、このなんかお面みたいながぶら下がってるんですけど、これ一応お母さんですね、本妻男子くんの。あ、お母さんがいる。そうです、こう土山がお母さんで、ほうほうほう、そうです、お母さんから離れさせられるって引っこ抜かれて。なるほど、はい、うん、結構、うん、びっくりしてる顔ですね、根菜男子くんは。根菜男子くんは足から生まれる、足はもうすでに出ていた。あ、そうですね、もう大根の葉っぱと同じ的な感じ。そうですね、体はもう普通に多分あるっぽいんですけど、そのほんまに口の根菜くんが土に埋まってたんじゃないですか。ここが生まれるってことか。最初埋まってて、埋まって動けなかったんです、うんうんうん、で土に這いつくばってたんです最初、うんうん、あ、そういう共有してみるとまた全然違う。変わりましたか。絶対でも大事だね。その、いや、もう、いや、でも好きに想像してもらっていいと思うんですけど、うん、はい、面白い、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、次は立体の作品で、普段は抽象のような絵を描いておられる長尾さんなんですけれども、今回は無理を言って、いつから、2年ほど前、この色がついているのが2021年なんですよね、はい、に初めて作られた、うん、作って、はい、で立体物としては2000年ぐらいのちっちゃいのを作ってて、村子さんにも見ていただいてたんですけどね、はい、絵を描く前にそのモチーフとして作られるのの発展形でいいんでしょうか。どっちもありますね。でもまあこれを見て描いてるっていう感じはあまりないんですけど、あとまあその絵を描くのと同じような感じでは作ってますかね。長尾さんの絵はこのような抽象の絵が多いですかね。なんか 手足がテーマなので、またこう全然違う、はい、こうアプローチ。2021年とかも、はい、やっぱり基本手に持てるようなぐらいのサイズ感っていうのが自分の中ではあるので、うんうん、だからこう握ってみたりとか、そうやってこう、まあ、触ってみたりとか、転がしてみたりとか、うん、なんかそんな感じができるものがいいなっていうのは。これはもう、この手でギュッと握った形、うん、特にこの村田さんから言っていただいた手足っていうようなところら辺でも、今回のなんかはより具体的に粘土をこう握ってこうできた、ここにできた跡であったりとか、こうグッとこう押さえた時にできた、この隙間にできた形とか、うん、でそれらのものをまあこうつなぎ合わせてというか、その間間のものをこうつなぎ合わせて、こう一つのものに仕上げていってるっていうような感じですね。なんかこう、ついつけてある、ちょっと柔らかそうな、なんか私この脱いだ感じのやつがすごい面白いなと思うんですけど。だからこう、マスキングの液体で使われてるようなやつで、まあ、ラテックス液っていうやつです。で、まあ、それをこう、まあ、こうやってできたものにこうベタッと塗って、でそれをこうめくっていくと、こういう実体のこのゴムのこう本当にもうだからこう立体物がこう服を脱いだらみたいな感じの、なんかそんな感じになります。なんかこの一番透明なやつがレジン、レジンですね、でこれがレジン でこのちょっと曇った感じのこっちのやつがジェルメディウムで、まあ1素材ずつ、まあ、人
それぞれみたいな感じで、でそれらがこう関わり合ってみたいに一つのものになってるみたいな、なんかそんな風になればいいかなと思っています。このタイプのやつは結構削りが入ってたりとか。そうですね、だからこう、ね、絵を描くのと同じような感じで、うんうん、描いて消してっていうような感じと同じで、うんうん、まあなんかこう形にイメージにこうなっていきそうな感じのものにこう削り出していってたり、でそこにまた絵の具を持っていったり粘土を持っていったりとかして、で何かのこう具体的な形になる手前あたりでまあやめてますね。なんかその後はもうなんかこう見てくださる人がこういう感じのものに見えるかなっていうような感じのところにちょっと委ねてしまってるって言い方は変ですけど、なんか置き方も自由でいいですもんね。そうですね、なんかこう水平垂直とかっていうのも逆にこういう状態で、それがなんかこう変な感じの空間になってしまうっていうのも、ある意味自分としてはその方が面白いかなと思ってこう表現してみました。なので皆さんも、前のこと言えてます？大丈夫です。前のこと言えてます？言われてみたら大丈夫です。私もあれなので、こうなんかこう手と思ってみると、あ手かな、でもこう何も言わずに見ると何かわからない、結構なんか骨っぽいというか。そうですね、だから骨のようなか、うんうん、そのぐっと今説明したらまあそれになっちゃうんですけど、まあ、その骨のような感じであったりもいいですし、なんかその人との間にある何かっていうような感じの、そういうようなところらへんがあって、まあ、一つのものになってればっていうような感じなんですけどね。うん、この絵色ついてるのとかはもう本当に絵と同じような感じですよね。なんか指示体があってそこに色を塗っていってっていうような感じで、立体物が出来上がるんだったらどうやったら出来上がるだろうなとか、なんかそんなのを考えながら作ってたんですけど、今回も本当にその人、手足っていうところらへんである意味グッとこう絞ってもらったんで、逆にそこでじゃあどういうふうにそれを形にしていこうかなっていうのでちょっとやったのがこういう感じになった次第です。皆さんも触ってみてなんかこう置きやすいような状態になってたりもするんですけど、逆に置けなかったりとかするのがあるんですよね。だからもうそんなんもこう地面とかっていうのもそんな不安定なもんだろうっていうような感じもあったりとか、そういうのも考えて、こうそんな深くは考えてないですなんかそうこう、はい、それで作ってます。はい、であんまりこう意図的な感じの癖みたいなのは自分で出したくないので、だからまあそのレジンがこう垂れていった状態で固まってくれたら、それでそれをこう自分が使おうかなとか、このだから形とかもこう偶然こうこうできてきたなとか、それぐらいのところら辺で、それをこうまたこう削っていく場合もあるんですけど、あまりこうやり込みすぎるとまたこう自分の意図的なものにもと方向に近づけてしまうのもちょっとなと思うんで、そこら辺の塩梅をちょっと考えながら作ってます。そんな一個一個ストーリーを思ってまあ大きく分けたら色ついてるのが2021年で、その色なしのやつがまあ今回のテーマによりこう沿って作ったっていうもので、もう向きとかも全然自分としてはもうどっち向きっていうのもないんで、なんかめくりたくなりますね、うん、これもね、めくってもらってもいいかなっていう、そのだから途中で置いてあるっていう感じはすごくありますよね、うんうん、全てがこう途中でもうめくれてしまってもいいし、でこういうのもきっと劣化も割とあると思うんで、それが朽ちていくっていうところへの一つの作品として、うん、まあ、含めて作ってます、うん、まあ黄ばんでいくとかレジンの部分が黄ばんでいったりとか、具体的に何か大きいでいいですか、はいはい、例えばこれと材料これが同じ形なんですけど、はい、どういう
どういう風に作ってはんのかな。だからあの、ね、これをめくった状態のやつをそれをまたここにかぶしてる状態なんですよ。これめくって、そしたらこの形ができるじゃないですか、それをここにまたくっつけた感じで、なんかこうこれだったら、だからこれに最初はベタッとこれに塗ってたんですよ。でそれをこうベタッとめくって、はい、めくってもう一回ちょっとくっつけた感じで、からまあこれらを全部めくった状態っていう感じで、そのめくり方もいろいろですね。だからこうグッと全部めくっちゃいかけ、脱ぎかけてるような状態のもあれば、こうここから割れてこうめくれてくるのもあれば、なんかそういうのも、なんか身近なこう脱ぐ着るとかっていうような感じにも近い感じですかね。そういう身体的な。作業的なものなのか、そんなにこうあるもの、身近にあるものという感じなのでです、はい、ありがとうございます。じゃあ栗田さんこっちから行きましょうか。具象というか、アリアさんとの中間ぐらいのことをやってるんかなって思うんですけども、まるっきり具象に近いものもあるんですけども、描きながらちょっとファンタジーを加えてみたりとか、その時の気分でちょっと絵を進めて、まあ、いつも進めていくというか、まあ、思いつきで絵を転がしていこうという感じでやっております、はい、実はこれ、はい、アリアさんなんですね、この、ね、この時はあのバレエのね、レース、私たち、栗田さんと私はバレエに興味があって、でバレエのレッスンをしたいねって言って、あの今日ちょうど来てくださっているんですけど、はい、高島さん、あのバレエの先生が、あのでその時にアリアさんもご参加いただいて、はい、でこの時ね、靴下がね、あのオレンジの人参の靴下を履いて、でみんなで人参だって言って話題にして、私も覚えているんですけど、アリアさん内股でしたっけ？全然じゃなくて、私ビデオを撮らせてもらったんですけど、はい、その、はい、内股になっちゃった。外股にするポーズを間違えて内股。バレエはね、そのこう外に開かないといけないから真逆じゃないとダメだなって思ってですね。すごく可愛かった。作品のタイトルは内股。そのこのカモは、カモはあの、はい、近所のカモ。近所のカモ。カモ内股ですもんね。人参柄の靴下をあのバレエの高島先生が持ってこう指導されてるシーンも描きたかったんですけども、まあ、まるで人参を。でもね、根菜男子くんが引っこ抜かれてるようにそう、あったら面白かったかもしれませんね。そうそう、それを書こうとか、ちょっと思ってたんですけど、残念ながらできませんでした。でまたね、これからできるかもしれない。そう、なんか今回そのフィットネス系、そのバレエとかヨガとかのっていうのでお話をしていたけど、こう着てみたらこうご半身、これ朝食のこう服を2枚が
ちょうどご飯シーン、これ中、はい、朝食、これが昼食の幸福なんですけど、なんか急に出てきてびっくり。これはどういうシーンなんですか？これはちょっといい感じの親子さんがいたのを隠し撮りして、はい、お知り合いではなく、はい、あだいぶそうですね、シンガポール行った時に植物園の中にあるカフェというかレストランかな、レストランで朝食をとっておられた親子さんでした、はい、誰かなと思いながらそうです ね、 手の表現はすごいなと思そうですね、はい、なんかこうバレエのバレエのレッスンのやつは結構人物が全部入る代わりにこう背景が大きいというか、だいぶ引いた場面なんですけど、食事の場面は両方とも結構近いですよね、なんかその大きさの違いって、何か分けてあったりするんですか？全身を入れようと思う、ポーズっていうか、動き、私はちょっと今までは人、その人自身のなんていうか顔とか、こう割と部分に興味があって書くことが多かったけども、そうですね、遠くから見て顔は描けないぐらい小さくなると、今度は全身の動きの面白さに、ポイントを置いて描いてみようかなっていう大きさにしてみましたね。あんまりちっちゃい人は書きにくいんで細かいところ書きたくなるんで、はい、ですけども、今回ちょっと我慢して画面が大きかったら全部書けるってことですね。そうですね、でもね、結構大きい画面、相当大きい画面じゃないと大きい等身大ぐらいに書けないので、なかなか書いてはきてないかなとは思います。たまにありますけどね。そうですね、たまたまの滝とかね。そうですね、あのぐらいの大きさ、125ぐらいでしたっけ。でもなんかお顔の表情とか描くのが、私栗田さんの、なんかこれうちの家族なんですけど、なんかすごいなと思って子供、息子が特にそっくりで。そうですか、恐ろしくそっくりでびっくりする。顔はあんま分からんように描いた方がいいかなとか。いやスマホで撮ると顔認証するんですよね。すごいなと思って。ね、なんかやっぱこう食べてる時の手もやっぱすごい面白いなと思って、ついつい顔に磨いてしまいがちなんですが、このちょっとしか書いてないのによくぞこう表現ができるなと思って、ね、このコップとかもすごいなと思いますけど。ちょっと顔、ほんまね、面白い顔いっぱいあったんで描きたかったんですけど、今回は体に目がいくように描いてみました。ちょっと、もっと面白い顔。いや、面白い普通の顔やるやつ、はい、楽しかったです。この時の食事は一緒にいたんですけど、昼前焼きそばがね、これ焼きそばなんですけど、キャベツもすごい。この足はね、自分です。あ、写真を撮った。はい、写真撮りました。片足ずつ撮って、
私、上げてるように書いてみました。あ、上げてるんだ。ちょっとなんか状況がよくわからなくて、ね、これちょっとご説明を、ご説明いただけますか。分かっても、まあ、まあ、分かっても、いやでもなんか気になるな、はいはい、そうですね、寝転んで足投げてる状態ですね、はい、ちょっと、え、これが天井、はい、天井ですね。天井にドライフラワーがかかってて、はいはい、え、これ斜めの天井ではなくてパースがついている。斜めに写真撮っ、あ、うん、写真撮ったっていうか、まあ、うん、こう普通の天井、天井ですね。あ、うん、なんかこう三角屋根の、なんて言うんでしょう、あ、こう、そうでもいいですね、それでもいいです。どっちでもいい、はいはい、その画面上のちょっと、ちょっと空間みたいに見えたら、はあ、何かなと思って。そうなんです。タイトル何でしたっけ、天の、あ、そう、花と橋と天の川、天の川、これが天の川ですね、はい、天の川の、天の川っていうか、あの星座版、星、あー、ほうほう、家の壁に貼ってるんですけども、はいはい、それが映ってた、それが壁に貼ってある状態です。うん、言われな分かりませんね。そうですね、ちょっと分からんと思いますけど、不思議な、なんと言っていいか、なんと言っていいかコメントに困るかもしれない、はい、足を描こうとはあんま思ってなかったです。最初は何を描こう？最初は足なしで書いてたんですけど、星座版がメイン、どっちもかな、お花と、はい、少しちょっと生物画っぽい、ぽいことをイメージして書いて描き始めたんですけども、はい、今回の展示用に足を入れてます。ありがとうございます。で、これ私ですね。そうですね。で、そう、はい、こんなに綺麗に立ててる、じゃあの、はい、バーってそのバレエの、はいはいはい、初心、こう最初のこうレッスンでこうバー、棒があるんですけど、それに足を乗せてる、そうですね、乗せて。つま先立ちになっているポーズだと思うんですけど、そうですね、パッと見るとそのバーが書かれてないのですごい上手そうに見えるんですが、こうこう、ね、バーがなかってこれができたらそれはすごい、それはすごいんですよね。自分の後ろ姿なんて見ることがないので、え、こんな綺麗に立てていると思って、はい、あのバレエのレッスンの仲間に言ったら、え、これあなたですか、上手な、いや、バーがあるんですよ。そういうことですか。なんでこれ、あの、はい、カーブミラーが、カーブミラーはね、はい、あのこっちにもあります、はい、そうですね、この風景をいつか描きたくて、うん、そこに、はい、このカーブミラーの反射が落ちてるなっていう、光の反射ですね、そうですね、はいはい、っていうシーンを、うん、その後ろの白いのは何ですか。ここは本当は川だったんですけども、川と川向こうに、まあ、山ですけど、これどこの風景ですか。これは吉野かな、吉野、上市かな、はいはいはい、はい、あの辺でちょっとブラブラしてた時の、うんうん、あのいいなぁという風景をいつか描きたいなぁと思ってたところに、はい、じゃあ結構いつもそのモチーフというか出てくる要素はいろんな時のいろんな場面が組み合わされるってことですね、うん、はい、うん、今回自画像がない。そうですね、自分のそのバレエのレッスンの時のは、うん、書かなかったんですね。書かなかったですね、うん、なんで、なんで、いや、
思ってた以上に下手やったから自分で撮ってみたら悔しくて困らない悔しくてというか、うん、まあ、はい。でもアリアさんもこの時初めてでアリアさんの怖いくてなんかね、その姿勢が姿勢がこう、なんかバレエじゃないバレエじゃないこの子かわいい背中めっちゃ丸まってるねえ、そうこれは高島先生の後ろ姿ですね。これ、あれかな、ビルへ回る時の前のやつかしら。そうかな、そうですかね。いろいろ、こういう色があるんですね。何やろ、どこかな。5番プリの、うん、あ、でもあれかな、あ、すごいか。あ、綺麗ですよね。なんでスイカがあるんですか。なんでかな。スイカと生地は、これ落ち星拾いというタイトルでしたけど、そうですね、これが星かな。そうですそうです。これはスイカの種みたいなイメージですね。そうなんですね。これうまいこと飛ばしましたね。そうですかね。書きました。ありがとうございます。はい、書きました。全部。はい。これは、この、映らない。この、この、あ、その青い点は、飛びました。飛ばしました。飛ばしました。うん、飛ばしましたって、あんまり効果、見えてないから、あんま見んでいいです。あ、そうか、わかりました。はい。黒いのは、あの、あれです。書いた。と、ポンポンと置いて、うんうん、竹串みたいなんでちょっと光らせました、うんうんうん、はい、っていうことです。で、なんでスイカ、その種みたいに見えたからかな。あ、先にじゃあ、はい、星を飛ばしといて、はい、そういうことです。あ、なるほど。生地は、生地はね、描きたかったんですよねこれどこの生地さんですか。これは岡山県蒜山の生地で、かわいい、うん、なんか耳みたいになっている。そうですね、耳みたいなのがね、ついてますね。へえ、生地さん、うんうん、お、アリアさんが2人いるのは、うん、3人、うん、そうですね、3人描きたかった。はい、対照的に、うん、左右対称にしたかったのかな、うん、そう、なんかバレエの様子を描くとお聞きしてたので、もっとなんかその手のなんかこういうポーズとか、うん、なんかそう、うん、もっとこうクローズアップして描かれるのかなと思ったんです、うん、でも意外にそうじゃなかったのが、うん、なんかちょっと意外と思って、はい、ちょっと 空間、うん、畑の真ん中で、はい、踊ってるみたいな。あ、そうなんですね。このことを、まあ、これにはちょっと縦長なんで広がってないですけど、うんうん、広がった絵も描きたいな、横に広がった絵も描きたいなと思っております。このなんか、これはスポットライト的な感じでいいんですか。そうですね、うんうん、そのカーブミラーの反射がスポットライトみたいに見える。そういうことですね。この顔ミラーも吉野。はい、同じです。あ、同じやつなんですね。じゃあ後ろの風景も川、畑、これこの黄色いの、これは特にちょっと、うん、はい、空間になってないぐらいの感じで、あまり具体的には、はい、設定してないです、うん、あんまり根掘り葉掘りでもなんかあれなので、うん、なんかじゃあそれぞれ作家さんとか皆さん、あのご質問があれば聞いてみていただいて、なんかありますか。中川さん大丈夫ですか。
このアリアさんとかね、はい、キャラクターを設定とかを忘れたりしないんですか？なんかね、あ、でもちゃんと主要キャラまで上り詰めれた。あ、そこまで行くと。そうなんです。結構そのめっちゃオーディションみたいになってて毎回私の中でこう気に私気に入られるかどうかっていうので。私の気に入られる。彼らはめちゃめちゃそうなんですよ。厳しい。そうやってるんですよ。厳しい世界で生きて。じゃあ、ある程度までならないと覚えてもらえない。そう、覚えてももらえないですね。モブやって全部モブですっていうもう扱いになっちゃうんですけど、ここに今回だから結構登場してるのはもう結構メインに上り詰めた、選ばれた人たち。あ、でもモブもまあいるんですけど、まあ、でも大きいのとかはね、結構メインに張ってますね。センターです。あのね、あの鍵盤みたいな玉がついたやつ、そうなんですよ、は何でしょうか？これもね、ちょっと気に入ってるモチーフで、なんかキャラクターじゃないんですけど、なんか机と木が合体した。あ、なんかあれも一緒、あっちのあ、一緒かな。これも同じで、なんかこのなんかね、ちょっとプラスチックみたいな素材のなんか円盤がなんか好きで、そう。これはその、まあ、靴下さんのなんか台みたいになってる、上に乗る台みたいな。これはその机にこのなんか木と合体して机になった円盤のなんか、まだ名前もちょっとないんですけど、なんかそういうのもあるんですよ。なんか気に入ってるモチーフみたいな、なんかおしゃれやなって思ったら出てきて、はい、思い入れが強いからそこまで書き込めるんですね。なんかちょっと執念深いかもしれない。そうそう、空白恐怖症。あ、そうですね。そうです、空間恐怖症、空白恐怖症です、はい、多分なんかでも大きくなればなるほど、多分その私はなんか多分視野的な問題もあるんですけど、もっとなんかあるっていうふうになんか思っちゃって、こう隙間とかに、あ、この隙間の奥には絶対こういうのもまだある、なんかある、なんかあるみたいな。で、ガーってこうほじくるんで、大きくなればなるほど、なんかめっちゃ情報量が多分、多いようなくなってますね。なんかこう、栗田さんの余白。あの、この茶色いところは、キャンバスの裏のそのままの何にも書いてない状態なんですね。これ栗田さんよく使われるんですけど、すごいこう真逆のね。真逆ですよね。いや、でもすごいなと思って。それぞれなんか2人がお互いの絵が面白いなって言ってるのが、もうなんか全然違うのに。ないものねだりなのか。カモとアリアさんだけ最初に描いて、それだけでもう絵かって思ったんですけど、ちょっと。あまりかなと思って。でもなくても面白かったかもしれませんね。一応途中の写真も撮っております。あ、本当ですか。すごいですよね。置いとけるってすごいですよね。なんか絵を描く方ならわかる。あ、でも柴崎さんも余白結構ありますね。ありますね。中尾さんもある。余白置いとけるのってすごいと思います。すごいですね。なんか自信がないと置いとけないくないですか？だってそうだと思います。それもあるんですよ。自信ない。自信ないかなんか、なんかすごい。それなんか会員、特に油絵の人にそうかなという気もするんですけど、もうなんか重ねてなんぼみたいな、ね。そうですね。はい。あのような気がします。私も一応油絵卒なので。はい。入っちゃうから、アリアさんの気持ちはわかる。これは、こんなん書いてくるの絶対出ないですよね、こういう、これそうなんかマチエールとかでも似たものにはなるかもしれんけど、書いたからこそ。ああ、そうです、そうですね。めちゃ重ね、もう焼いるところめちゃめちゃ重ねてますね。でもアリアさんがすごいのは、こう重ねても色が濁らないところがすごいなと思って、
濁ってしまうんですよね、こうゴリゴリ描いてると。これがこう実物を見るとすごい色の綺麗さにびっくりするというか、最初こう SNS とかで最初見てたんですけど、綺麗なと思って。印象違いますね、写真とは、うん、ね、そうですね。初めてなんか下地塗ってからなんですか、いきなりも描きたいものをまず描いてそこに足していくって感じなんですか。なんか描き方がちょっと小さいのと大きいのが違くて、その大きいやつはその本当に最後描きになんかパステル、オイルパステルみたいなのにこうちょっと描いて、もう下地も多分なしやったと思うんですけど、これもないな、これもないな、全部ないです。でもなんかこのちっちゃい方がちょっとなんか最初に真っ黒になる場合塗って乾かして、それでなんかその明るい色をこう置いて、そのなんかニードルみたいなんで削って線をなんかね、何ですかね、まあ言ったら黒で乾かして上に真っ白で油絵の真っ白塗って、そのニードルっぽいなんかゴムとかのペンみたいなんでこう削って下の黒をこう出して、それでなんか線を最初に作り出して、その線描が終わってからまた上から着色、ちょっと塗り絵っぽいんですよ。だからこのなんかそうなんです、小さいけどすごい線があるのは、その最初に下のなんか黒いの地を作る。だからこれは真っ黒にしてます、最初。これもですか。はい、これも真っ黒です。全部小さいのは真っ黒から始まってますね。なんかあのクレヨンで小学生とかがやる、そうですね、多分それに近いんですよね。結構そう線からものを考えるから、線がないとこう広げられなくて、それで行き着いたなんか技法ですね。ちょっと録画